扁平上皮性破幻性腫瘍は、破幻性腫瘍の一種で、良性腫瘍である。2005年の風分類により、破幻性扁平上皮腫から解明された。扁平上皮よりなる、稀な局所浸潤性良性腫瘍である。X 線像としては、思想骨内に単膨性から多膨性の骨等化像が見られる。 構成としては、扁平上皮からなる島状の主要放送と密な繊維性間質からなる。再発はほとんどない。以下の疾患との病理学的な鑑別診断が必要である。放送外装細胞の削上配列、放送内部のエナメル水用削上配列は、扁平上皮原性破綿性腫瘍にはない。扁平上皮原性破綿性腫瘍には、真の真重性格や、 細胞異形成はない。後発年齢は20歳以内で、精査はない。A.B. 高田隆森正彦、小川育子、七章高校主要に派原性、主要二女性上非正派原性、主要二扁平上非正派原性主要、高校外科学、白砂金光、郷美幹彦、い早く出版、東京都文京区、2010年3月10日、第3版、 208から209ページ。ISBN 978から4から263456354。うんしど BB01513588. ありがとうございます。